ご来場の皆さん、そして配信でご覧の皆さん、こんにちは。芸能界の王冠をつかむのは We are Crown Pop、 よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、ゆずきのヘアフェス、私たちウェルカムアクトとして呼んでいただきました。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、早速ね、もう青いペンライトにしてくださってる方もいるんですけど、私たちね、あの一人一人のカラーがないので、はい、グループカラーが青になってるので、もしよかったら、うん、あの青のペンライトが持っていたら青に変わってくれるので、めっちゃ ありがとう。嬉しい。ありがとうね。ありがとうございます。はい、ということで、うん、はい、では早速自己紹介の方をしていきたいと思います。はい、はい、リナティことリナです。リナティって呼んでください。リナティ、ありがとうございます。お願いします。はい、イブイブこと三田いぶきです。イブイブって呼んでください。イブイブ、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、サホルンこと田中サホです。サホルンって心の中で呼んでください。サホルン、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、アイタンこと藤田愛理です。アイタンって呼んでください。アイタン、ありがとうございます。お願いします。はい、ミヤこと伊豆木ミヤです。ミヤって呼んでください。ミヤ、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、ここからですね、ちょっと盛り上がっていくために、ちょっとね、うん、練習っていうか拍手の練習をしていきたいと思いますが、皆さん大丈夫ですか？皆さん手を準備してっていうか、手を若干上げてもらって、ペンライトを持ってる人もいるからね。ペンライトは腕でパチパチしてくれたらいいですかね。そうそうそう、していただければ嬉しいです。それでは行きますよ。はい、今日楽しみにしてた人、イエーイ、ありがとうございます。いいですね。じゃあ私も、はい、どうぞ。お願いします。真ん中からこっち側の人、いきますよ。ちょっと一瞬遅れた。ちょっと早かった。いきますよ。せーの、ハチュー、イエーイ、ハチュー、バイ、はい、じゃあミヤが、はい、真ん中からこっちの人、拍手、拍手、イエーイ、バチ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 、ありがとうございます。ニコ生で見てるそこのあなた、拍手、パチ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 、コメント盛り上がってるかな。うん、続いてメガネをかけている人、パチ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 、結構いるよ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてマスクをしてる人、あ、みんなだね。みんな、よかったよかった、みんなだね。それじゃあマスクをしてない人、よかった、はい、してたら、あの拍手聞こえたらどうしようかと思っちゃったわ。どうしようかと思ってましたね。はい、ということで、はい、ゆずきちゃんが大好きな人、はい、待ちまちまちまち、みんな拍手して拍手して拍手して、あー、鳴りやまないね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。この調子でこの後も楽しんでってください。それではゆずきのヘアフェス第2部スタート。Oh!
ウェルカムルームアクタークラウンポップさんでございました。いや超ド級のシークレットでしたね。そうですね。ちょっとうっすら昨日漏れたらしいよ、ドワゴさん。実は今日そうなんですよね。今日のタオルで公開の予定だったんですけれども、はい、なんかちょっと昨日チラチラツイートしてたので、ね、あれで出てきて。小玉さん、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、大黒さん、はい、出ていただいてますけど、ありがとうございます。ありがとうございます。大事な日なんですよ。いや、そうなんです。そうなんですよ。 6歳おめでとうございます。ありがとうございます。6歳おめでとう。はい、クラッポさんが本日結成日ということで、6歳になりました。そんな大事な時に来ていただいて、ありがとうございます。あのアンコール自分たちで流して出てくるんですね。すごいシステムですね。面白い。そういうなんかそういうことしないのかなと思ったんで、面白いことするんだなと思って、いいギャップでございましたよ。嬉しいです。ちょっとね、今回先ほど配信でゆずきの部屋の方出ていただきましたね。じゃまた毎週月曜夜9時にやってる方にもね出ていただきたいですね。出てほしいです。ね、来てほしい。うん、クラポさんなんか配信とか我々行ったら行きますよ。本当ですか。呼んでください。来ていただきたいですね。全然何でも出ます。そうですね。ただ来ていただきたいって言いながら具体的な名前は一個もしてくれない。配信そんなに。そうか、そうなの。ライブ作ってよ。じゃあ我々の作ってほしい。あ、本当に出るための配信やってほしい。出るための配信。ゲスト一人一人目ってかね。すごい露骨っすね。仕事増やせってことですね。すいません、失礼いたしました。ありがとうございます。さあ、まあ今日大事な日でございますけども、この後もどんどん大事な日があると思いますので、いくつかお知らせお願いしていいですか。はい、では私たちの次のライブの予定をちょっと皆さんにお伝えしたいなと思うんですけれども、2021年8月15日日曜日にゼップダイバーシティにて単独ライブを行います。イエーイ。ありがとうございます。こちらのライブはですね、2部制になっておりまして、1部が15時半からクラウンポップスタイルアゲインという名前で、そして2部が19時からクラウンポップスタイルネクストという名前でやらせていただくんですけれども、1部2部、私たちの思いだったりとか、そのライブの内容とかも変わってくるので、どっちも来ていただけたらななんて思っていますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。そっか、皆さんそれぞれ大事なライブありますな。そうですね。また嬉しいですよね、このご時世あんまり、ね、ライブができなかったけど、ね、どんどん、ね、増えてきてるのが嬉しく思いますね。ライブ成功させてリナさんはタワマン買わないといけません。そうだよね、ゆずきの部屋にタワマン買ってもらわないと。私はちょっと頑張ってきます。夢叶えてほしいよね。叶えてほしい。タワマンの夢、もっと大事な夢が私たちもあるはずなんですけどね。タワマン買うよりも、まあ、大事な夢があるはずなんですけど。ちょっと言っとくけど、僕らはゆずきの部屋の配信中にそういった、ね、夢語ってくれるのかなと思ったら、急にリナさんが私はタワマンが欲しいですって言ったのな。いや、とんでもない、とんでもない。でも3つあげましたよ。3つ目のオチで言ってくれましたもんね。ただ一番それがなんかリアルな言い方だったから、びっくりしちゃってね。素晴らしい。そしてね、ゆずきさんも久しぶり。ゆずきさん、ゆずきさん、この私のゆずきさん。僕はもうこっちのゆずきさんは大黒さんしか呼ばないから。びっくりした。お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。ぐらいかな。そうかもしれない。そうです、浴衣で、はい、あのメガネのこう動くやつの時に出させて。本当ごめんね、あんなことをさせちゃって。あれ、お家にお持ち帰りして、たまに妹の前でつけたりとか。遊んでくれてる。あ、使って。妹さん困惑の顔しかしてない。はい、どうしたの姉みたいな。どうしたのって言われる。どうしたのって言われる。言われます。それじゃあもう二度とつけない方がいい。二度とつけない方がいい。さあ、そして三田さんは先ほど配信の出ていただきまして、はい、大黒さんがね、もう絶妙な質問、さ、綺麗な質問して、何でしたっけ。好きな、2番目に好きな食べ物は何という、はい、何でしたっけ。2番目、オムライス。オムライス、可愛い。1位言ってやってください。1番ですね、はい、一番好きなのはゴールドキウイ。それこそ見た。素晴らしい。ゴールドじゃないといけない。ちょっとシーンとしちゃってしまう。ゴールドじゃないといけないの、やっぱり。ゴールドキウイから拍手してくれ。本当にキャラクターがね、皆さん豊富だから、うん、ぜひゆずきの部屋本編出て、出たいです。まだ出てないので、私とイブは、はい、そうです、ぜひ呼んでください。はい、お願いします。待ってます。はい、というわけで、クラウンポップさんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
ました、はい、バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。かわいい衣装。